久しぶりに雨が降りました。まあ今もう止んでるかな。まあ止んだり降ったりしてるんだけどね。雨が降ったんです、久しぶりに。何ヶ月ぶりかなって感じだと思うんだけど、久しぶりですね。ちょっとね、湿気は若干あるけど、気温がもう本当にめちゃめちゃ下がってて、なんかね、どれぐらいかな、室温ぐらい、部屋の温度ぐらいの、寒くもなく暑くもなくって感じのいい天気ですね。いい天気って言わないか天気は悪いけど、気温がねいい感じ。あ、今ちょっとポツポツ降ってますね。昨日はお水あげてないからちょうど良かったけど、でもね、うちのこのお花たちは結構あんまりお水あげなくていい子たちなんで、もちょっと枯れてきちゃってね、残念ですね。ただひまわりがね、見て、もう咲きそうなんです。ほんともうあとちょっとって感じでしょ。この子が一番大きいかな。これも出てきそうだし、この辺も咲きそうなので楽しみ。今降り始めたっぽいですね。今外出てきてちょっとポツポツしてるなーと思ってたら結構降ってきたので、このさ、メッシュのさ、タープっていうの意外に雨を若干抑えてくれるのね。まあ風もね、そんなになんかすごいめちゃめちゃ通す生地ではないから、水も通らないのもなんか納得だけど、久しぶりの雨なんか嬉しいな。ちょっと雨が降るとこのクッションがめちゃめちゃ汚くなっちゃいますね。まあしょうがないけど、いつもね、普段あのほこりというか砂っぽくなってるから、雨が降るとそれがねくっついちゃって汚くなっちゃうんだけど、まあしょうがないね。ちょっと降ってきたので中入ります。おはようございます。今日6月の23日、都内曜日だ、水曜日でございます。朝からね、雨が降ったり止んだり、今日はすごい一日多分曇りなのかな。気温もね低くて今27度です。まあ27度っていうとなんかちょっと汗ばむ気温ぐらいかなと思うかもしれないんだけど、アリゾナはカラッとしてるので、雨が降っててもね、そんなにねすごくジメッとするわけじゃないから、なんかちょっと空気の中に湿度が混じってるなくらいなので、快適に過ごしております。そう、なんか日もね今日はね出てないから、ちょっと部屋が薄暗いけど、なんか本当にね、ないものねだりだけど、全然雨降んないから、こういう薄暗い天気の日ってなんかね、家の中で、まあ日本でもねそういう人多いと思うんだけど、まあ全世界そういう人多いと思うんだけど、こう雨の日は家の中で温かい飲み物飲みながらコーヒー飲んでとか、そういう雰囲気にね多分なる人多いと思うんだけど、今日は私はそういう気分なので、あえてねちょっとブラインドとかカーテンは全開にせず開けて、このキッチンのとこだけ開けてるけど、今日は暗い中で過ごそうかなと思って、久しぶりにね、あったかいコーヒー飲もうかなと思ってるので、今、お湯沸かして待ってるんですけど、最近コールドブリューばっかだったから、もう冷蔵庫から取り出して、そのまま飲んでたんだけど、久しぶりにちょっとコーヒー、ちゃんとしたコーヒー作ろうと思って、ね、お湯沸かして、ちょっと朝の時間をね、ゆっくり過ごそうかなと思っております。髪の毛さ、染めてないんだけど、もうだいぶ青抜けたでしょ？ちょっと上の方は、この辺は新しい毛だから、その色がね定着しやすくて、もともとそんな明るくもなかったからね、黒っぽいのが定着してそのままなんだけど、この辺は色がもうだいぶ抜けて、めっちゃ綺麗なアッシュになってきたんですよ。わかる？なんかね、茶髪の上に青をね乗っけて、青がどんどん取れてくるから緑っぽくなってたのね。なんかオリーブっぽい、まあ今もちょっとそんな感じなんだけど、オリーブグリーンみたいな感じになってて、その緑も少しね、少しずつ消えてって、茶色がこう下の方からこうね出てきて、今すごい綺麗なアッシュカラー、ほんとオリーブアッシュみたいな、まあ、ちょっと色が違うとこ何個かあるけどになっててね、すごい今の髪色ね綺麗だなと思って気に入ってるんですよ。可愛いよね、なんか柔らかい感じで、なんか色落ちもね、まあちょっと色は違うけど、こういう感じグラデーションにはなってるけど、でもこの色落ちがすごいいいじゃんと思って、ちょっとしばらくこれで、まあ
これでかなり黄色みとかあのオレンジみが出てきたらもう色取れてるかなって感じなので、そしたらまたね染めようかなと思うので、ちょっとしばらくこれでね楽しんでおります。久々のホットコーヒー、ちょっとミルク入れましたけど、いただきます。ちょっと忙しくてもう2時過ぎちゃいました。お昼ご飯食べてないからちょっと今からパパと食べようと思って、昨日ね残りが、昨日の残りがあるので、あのタコボール風のねあのお肉つけて焼いておいたから、野菜と一緒にご飯の上に乗せて食べようと思うんだけど、さっきね曇ってた空はすっかりというわけではないけどね、太陽出てきちゃってね、ちょっとなかなか暑そうなんだけど、めちゃめちゃお腹空いたのでちょっとご飯食べます。はい、お昼ご飯いただきました。いただきます。昨日と一昨日、Amazon のねプライムデーで、昨日と一昨日かな、2日間だったんだけど、なんかまあいろいろあってプライムデーだからねすごいあの安くなる日なんだけど、2つね買ったんだけど、めちゃめちゃ別々に来たんですけど、そんなに別に面白いものは買ってないんだけど、ちょっと開けますね。まず1つ目こちらです。これね、アームレストのパッドっていうの、あの椅子のさアームレストあるじゃん、あそこのところの上につけるやつなんだけど、なんかね私の椅子のアームレストが左右なんかちょっとこう若干高さが違くてすごい気になってて、なんかね調節しようにも椅子の高さ調節したりとかちょっとめんどくさくて、あのそうアームレストのねこのパッドがあればもうちょっと上にこうなんていうの行くじゃん、ですごいなんかふわふわで気持ちよさそうで欲しいなって思ってたんですよ。でちょうどねこの Amazon プライムデーセールでちょっと安くなってたかな、多分もともとでもそんな12-13ドルぐらいのものだったんだけど、それがね11ドルぐらいになってたか、まあほんのちょっとだけど安くなってたし、まあせっかくの機会だから買おうと思って、なんか高さも2つ選べるって言ったらあれだけど、こういう感じになってるので、こっちをね低くしたいときこうすればいいし、逆になんかこう高くして休めたいときこういう風にできるのでいいかなと思って黒にしました。本当はなんか白が良かったんだけど、白はなくてグレーはあったんだけど、グレーはなと思ったので黒にしました。はい、でもう一つも開けます。もう一つはですねこちらでございます。組み立てるのかな、じゃん、フライパン、フライパン、あと今一応2つあって、なんか中華鍋っぽいのが1個あって、普通のフライパンとあとちっちゃいフライパン、これなんかこれくらいのとこのくらいのあるんだけど、すごいねいいやつだからもう何年も8年ぐらい使ってんのかな、なんだけど、そう前ねあの赤いフライパンをちょっと大きめのやつ持ってて、で すごい安かったのロスかなんかで多分10ドルぐらいで買ってたんだけど、それが意外に使いやすかったんだよね。ただまあ安いからフッ素とかもすごい剥がれやすくて、そう あんまりね良くないから体にと思って、処分したんですよ。でそれからその大きめのフライパンを持ってなくて、なんか大きめのフライパン必要な時って意外にあるんですよね。なんかなんだろう、トルティーヤ焼く時とかなんかまあ若干その欲しいなとは思ってたんだけど、そうこれもまあ今回ね安くなってたから、これはね普段の値段より10ドルぐらい安くなってたかな、まあ試しに買ってみようと思って。 Amazon だからさどういうものかわかんないじゃん、あの手に取って見れないから、まあ、でも Amazon は返品も聞くから、ちょっとね届いて見てみて良さそうだったら普通にまあ一応良さそうだなと思って買ってはいるけど、よいしょ、なんかレビューもまあまあ良かった感じ、2000件ぐらいあったので白にしました。白いフライパン初めてだからちょっとどんな感じかなと思うんだけど、ここのねあの下の部分はさどうしてもさ汚くなってきちゃうのはまあ掃除してもね汚くなってきちゃうのはしょうがないかなと思うんだけど、まあねハンドル、お、すごい見てドライバーくっついてんだけど珍しい、こういうのになんかこう普通のこういうドライバーついてるの珍しいですね。絵の部分がなんか木目調の、木じゃないんだけど木目調のねプリントみたいな感じになってますね。可愛くない？こういう感じでネジで留めるのかな、うん、結構大きめでいいんじゃないでしょうか、良さそう。ここもなんか若干モテる感じになってるから、こうねなってるから可愛いな。やっぱ白フライパンって可愛いね、料理したくなるフライパンだね。とりあえずこれちょっとつけてみますね。
貼り付けました。良さそう、いい感じ、めっちゃ可愛い、いいお買い物ができました。20ドルぐらいでね買えたので、いい感じですね。ここのね持ち手のところも可愛いし、なんかちょっとゴムっぽい素材っていうのかな、滑り止めって感じの素材になってるけど、うん、大きさも大きそうだし、またちょっと使ってみてからって感じですね。はい、ということで今年のプライムデーのお買い物、まあ2点だけだけどね、このアームレストのパッドとフライパンでございました。今日の夕ご飯はこちらの冷凍の喜多方ラーメン、前ね買ってネットでね買って届いたやつは冷凍庫にずっとあったので食べてなかったから、今日はこの喜多方ラーメンにします。先生ねこのチャーシューラーメンのやつを買ったんだけど、めちゃめちゃチャーシューがいっぱい入ってるんだけどね、全部キットになってるから温めるだけなので、温めるのと茹でるだけなので作っていきます。はい、ということで喜多方ラーメン完成しました。めっちゃ美味しそう、いただきます。ラーメンめっちゃ美味しかったです。だけどちょっと胃もたれしてますね、さすがに。もうなんかチャーシュー何枚、6枚以上、一応13枚入ってるとか言ってたかな、薄くてちっちゃいんだけど一応13枚入ってたので、ちょっとさすがに胃もたれしますね。あのスープがその分まあさっぱりはしてるんだけど、あの次は違うのにしようと思います。さすがにちょっとあの、うん、若干胃もたれしてるので、まあでもねめちゃめちゃ美味しかったです。あんまりねこのうちの近くにラーメン屋さんっていうのないし、アリゾナは結構あるんだけど、うん、ちょっと遠いしね、なかなか行くチャンスもないので、私あのカリフォルニアに何軒か好きなラーメン屋さんあるので、あの帰る時、帰った時にねよく行くんだけど、そうなかなかこっちでは食べられないから、まあ、家で食べられるのはねとても嬉しいので美味しかったです。